田相手に今シーズン初のクリーンシートで勝ち点1です。まずこの勝ち点1、監督どのように評価されますか？最後まで集中力保ってくれたともありますし、ゼロで抑えたことはすごく次につながると思うので、よく言えば点を取ってね、勝ちたかったですけど、次につなげないといけないゲームになりました。特に前半のところ町田の良さを出させない、オセフン選手に仕事をさせない、徹底できていたと思いますが、選手に特にどのあたり強調なさってたんでしょうか？もちろん相手のストロングなので、そこに対する集中力というのは保とうと、それを選手がしっかり理解して準備はしてたと思いますし、何より集中力が最後まであったのかなというふうに思います。先ほどミンテ選手が、山口監督が昨日セットプレーに関してブチ切れていたという話もなさってたんですが、はい、セットプレーで失点ゼロに抑えることもできました。この点はいかがでしょう？そうですね、みんなで勝つためにやってるので、お互いそういうのを求め合いながらやれればいいと思いますし、こうやってやれる町田さん相手にストロングなところでやられなかったというのは一つ大きな自信にもなると思うので、相手がどこであれセットプレーでやられるとしんどくなってしまうので、そこの辺は本当に続けていきたいなと思います。攻撃のところでいうとチャンスもあって、監督が何度も頭を抱えるシーンもありました。決まっていればというところだったと思いますが。そうですね、よく言えばもう一つ落ち着いてほしいところありますけれども、ゴールへ向かう姿勢であったり、ゴールへ、向かう、形というか、そういうのは随所に見られましたし、あとは本当にそこを決めきる決めきらないところで大きく変わってしまうので、そこはもう一回向き合いながらやっていきたいなと思います。前節は久しぶりに勝利して、今節初めてのクリーンシートで、ここからこう勢いに乗っていけそうな雰囲気感じてますか？そうですね、最低限のことをやって、本当にこうやって苦しい中で勝ち点を拾いながら、いいものを続けていきながら、ダメなところを修正していくというのはもう自分たちに一番必要なので、次の試合に向けてもそこを徹底的にやりたいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。